マイターン市川、今回は平成25年度当初予算について特集します。当初予算の特徴、歳入と歳出の詳細、施政方針に基づく新年度の主な事業などを紹介します。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。13日14日に行われたイベントの話題を2本お届けします。まずは下総江戸川 2day マーチです。千葉県ウォーキング協会、市川歩こう会、市川市などの共催で行われ、春の江戸川や下総ならではの景観をはじめ、行徳や中山などに残る歴史的遺産を鑑賞しながら歩くことができるとあって、会を追うごとに参加人数も増え、7回目を迎えた今年の参加者は2日間で3000人を超えました。コースは最長で33キロと歩き応えのあるものから、17キロ、11キロ、6キロとテーマと距離を自由に選ぶことができます。また今年は11キロの団体歩行のコースとして、花と緑をテーマに下総江戸川 2day マーチと同日開催された街中ガーデニングフェスタのオープンガーデンも見られるガーデニングシティコースが新設されました。13日のガーデニングシティコースには大久保博市長をはじめ、市川市と WHO の健康都市交流協定を締結している韓国ウォンジュ市からの参加もありました。スタートとゴールの会場となったスポーツセンターではステージイベントも行われ、市川スポーツガーデン河野台のチアガールや高校生がパフォーマンスを披露したほか、焼きそばなどの模擬店も出展され、ウォーキングを終えた参加者も楽しいひとときを過ごしていました。今日はね、お天気が良くて、去年は1日目すごい雨だったので1日目は参加できなかったんですが、今年はもう本当に爽やかな天気の中楽しく歩きました。続いてガーデニングシティ市川事業の一環として開催された街中ガーデニングフェスタ2013春の話題です。公園や学校の花壇をはじめ、事業所や個人の協力で丹精込めた庭を出会いと交流の場にしてもらうオープンガーデンとして、フェスタの期間中は誰でも気軽に庭を鑑賞できるのが街中ガーデニングフェスタです。毎年春と秋に行われ、2013春のオープンガーデンは19カ所にもなりました。こちらは中山奥の院の近くで花による地域づくりをしている花の道クラブが整備した花の沿道です。フェスタの期間中は休憩スペースが設けられていました。やっぱりみんなが花をめでて、その通りを美しくすればですね、やっぱり心もね、和んでくるし、その近所の相邻関係ね、あそこのうち、ここのうち、あっちのうちという具合にこの、つながって連帯が広がっていくわけですよね。そしてこちらは今回初参加となった末広花クラブの活動拠点になっている第7中学校近くの東沖公園です。もう少しこう数年かけて、あの芝だからの、なんていうか、幅を広げていきたいというようなことを考えていました。2013春のオープンガーデンは花の見頃に合わせて2回行われます。次回は初夏の庭と題し、5月25日土曜日と26日日曜日に開催します。ぜひお出かけください。当初予算とは、4月1日から翌年の3月31日までの市の年間予算として最初に成立した予算のことを言います。平成25年度の
市川市当初予算の総額は2125億8000万円。平成24年度に比べ 0.2% 減っています。内訳は教育・福祉など基本的な行政運営の経理を賄う一般会計が1271億円、対前年度比 5% の減です。一般会計とは区別して経理する特別会計が825億4500万円で、対前年度比 8.2% の増。地方公営企業法の適用を受ける公営企業会計が29億3500万円で、対前年度比 0.8% の増です。一般会計における平成25年4月1日から平成26年3月31日までの収入、つまり歳入の総額1271億円の内訳は、市税が 60.5% で768億7400万円、平成24年度と比べ 2.8% 増えていますが、金額は3億300万円減っています。市の事業に対して国が交付する国庫支出金が 15.7%、199億3639万円。同様に県から交付される県支出金が 5.3%、67億8731万円。市の借入金にあたる市債が 2.6%、33億4300万円。その他の歳入として公民館などの施設の使用料やゴミの処理にかかる手数料、市の預金にあたる基金からの繰入金などによる収入は 15.9% で201億5930万円です。歳入について紹介しましたが、平成25年度の予算にはどんな特徴があるんでしょうか。はい、25年度当初予算の歳入における特徴ですが、25年度の一般会計歳入総額は1271億円で、24年度と比較いたしますと67億円の減となっております。この減収は現在事業を進めておりますビッグプロジェクト事業のうち、元八幡駅北口 A 地区市街地再開発事業やクリーンセンター延命化事業がピークを超えたことにより、国からの補助金や市債の発行が大幅に減となったことが主な要因です。歳入全体では根幹となる市税が減収となる見込みから、歳入の不足額を補うために市の貯金であります財政調整基金などからの繰り入れを行って、全体で1271億円を確保したものです。歳入で最も多い市税について伺いたいのですが、平成24年度と比べると歳入での割合は 2.8% 増えていますが、金額が3億300万円減少しています。これはどういうことなのでしょうか。はい、25年度の市税につきましては768億7400万円で、24年度より、確かに3億300万円減少しております。この減少している主な要因は、市川市においてもすでに始まっています人口減少や、個人所得が伸びないことなどによるもので、2年連続で減となっている状況です。市税収入の割合が25年度は 60.5% と 2.8 ポイント増となっておりますが、この増えている理由につきましては、先の特徴で、説明いたしました国庫補助金や市債が24年度より大幅に減少したことにより相対的に割合が増えたものです。続いて市の1年間の支出である歳出を見てみましょう。予算の上では歳入と歳出は同額になります。つまり平成25年度の一般会計における歳出は1271億円です。それでは内訳を見ていきましょう。目的別で見ていくと、一番多く使われるのが民生費で 40%。 これは高齢者や障害者の施設、
保育園、生活保護などにかかる経費で508億9400万円。健康診断やゴミの収集、スポーツ施設などにかかる衛生費が 14.8%、 188億1200万円。文化振興や情報化の推進、防災対策などにかかる総務費が 12.5%、 158億9300万円。公立の小中学校の整備、公民館、図書館の運営などにかかる教育費が 11%、 139億1600万円。道路や公園の整備、河川の改修などにかかる土木費が 8%、 101億5800万円。道路や公共施設などの建設事業に充てた私債の返済などにかかる公債費が 7.3%、93億2400万円。その他のものとして、議会費や商工費、消防費などが 6.4%、 81億300万円です。それでは平成25年度の予算はどのような事業に使われていくんでしょうか。はい、25年度予算の各事業への予算配分につきまして、施政方針に基づいて、主なものを紹介します。安心なまちづくりといたしましては、危機管理機能の強化として、庁舎整備事業や防災行政無線再整備事業を進め、公共施設等の老朽化耐震化対策として、小中学校をはじめとする耐震補強工事や橋梁補修事業も進めてまいります。また、子ども子育て支援では、待機児童解消を目的とする保育園整備計画事業をはじめ、子ども医療費助成事業など、健康づくりとして、予防接種事業、新たに胃がんリスク検診を導入する健康審査事業、さらに高齢者の暮らしの安心として在宅医療連携拠点事業、青年貢献制度利用支援事業など、事業の充実を図ってまいります。安心なまちづくりの新規事業は、危機管理機能の強化として防災行政無線再整備事業に2億6159万円、健康づくりとしてこれまでの健康審査に加え、新たに血液検査による胃がんリスク検診を導入する健康審査事業に12億2983万円を予算配分しました。拡大事業は、保育園整備計画事業に5億7288万円、青年貢献制度利用支援事業に1375万円を予算配分しました。次に、快適な街づくりといたしましては、魅力ある街づくりとして、ガーデニングシティ市川関連事業、安心な住環境の確保として、新たに安心住宅推進事業をスタートし、都市基盤の整備では下水道整備事業やクリーンセンター延命化事業を着実に進めてまいります。また、道路の整備では、都市計画道路3418号整備事業、共愛道路対策関連事業、さらに情報の発信として、スマートフォンを活用した情報化推進事業も行ってまいります。快適なまちづくりの新規事業は、安心な住環境の確保として、安心住宅推進事業に4083万円、情報の配信として情報化推進事業に963万円を予算配分しました。拡大事業は、魅力あるまちづくりとして、ガーデニングシティ市川関連事業に1億7675万円、都市基盤の整備として下水道整備に125億3400万円を予算配分しました。続きまして、活力のあるまちづくりといたしましては、産業の振興として、企業産業間連携支援事業や地域ブランド活性化事業を進めるとともに、地
地域経済の活性化として商店街活性化補助事業、住宅用太陽光発電システム設置助成事業を行ってまいります。このほか市街地再開発では引き続き本八幡駅北口 A 地区市街地再開発事業、文化振興では文学ミュージアム管理運営事業、地域のまちづくりとして国分川調節池上部活用事業や新たに道の駅整備事業を進めてまいります。活力のあるまちづくりの新規事業は、文化振興として文学ミュージアム管理運営事業に2555万円、地域のまちづくりとして道の駅整備事業に406万円を予算配分しました。こちらは4月6日発行の広報市川です。こちらに注目していただきたいんですが、平成25年度の一般会計を市民1人当たりの予算にした場合、27万1225円、1世帯当たりの予算だと57万933円となります。こうして数字で見てみると納税の大切さが改めて分かりますよね。はい、冒頭にご説明しました通り、市川市の歳入のうち市民の皆さんに納めていただく市税収入がとても大きな部分を占めております。このようにさまざまな事業を展開充実させていくためにも、市民の皆さん一人一人に納税の大切さをご理解いただきたいと思います。またいつでもどこでも納税が可能なインターネットを活用したクレジットカード払いのヤフー公金支払いも25年4月からスタートしています。今後もさらに納税しやすい環境整備を進めてまいりますので、ぜひ納期限内の納付をお願いいたします。ガーデニングコンテスト2013春の作品を募集しています。応募者自身が維持管理を行っている市内のガーデニング作品が対象です。部門はバラ部門、ガーデン部門、ミニガーデン部門、学校花壇部門、コミュニティ部門と、今年新設された事業者特別展示、合わせて6部門です。作品の全体が分かる写真1枚と補足的な写真3枚から5枚を6月28日までに健康都市ガーデニング推進課まで郵送または持参してください。応募された写真は7月から8月に展示会を開催して、写真と PR コメントをもとに来場者による投票を実施し大賞を決定します。千葉県では20歳代から40歳代の男性を中心に風疹の流行が続いています。妊婦が妊娠初期に風疹にかかると、胎児に難聴や白内障、先天性心疾患など、いわゆる先天性風疹症候群が発症する場合もあります。ゴールデンウィーク中は人の行き来が多くなり、感染の機会も増えることが予測されるため、市では緊急措置として任意で風疹予防接種を受けた方に対し、4月1日まで遡り、一部公費助成を4月22日から行います。対象は妊娠を予定または希望している女性とその夫、また妊婦の夫です。助成額は風疹ワクチンが3000円、麻疹風疹混合ワクチンが5000円です。女性は1人1回のみです。接種を受けた方は医療機関で受け取った領収書の原本を添えて保健センターに交付申請書を郵送または提出してください。申請書は保健センターと南行徳保健センターで配布しているほか、市公式ウェブサイトからダウンロードすることもできます。次回の放送予定です。4月27日からはゴールデンウィークのレジャーにぴったりな動植物園の楽しみ方を特集します。どうぞお楽しみに。